はい、その反動で発信する人が出てきて、ちょっと前の、はい、そのまた持ち上げて乗っていて、実はそのすぐ近くにはもう一台横転した車が、中にいた運転手は、すごい雨と風と、あ、今日はこんなね、でかいやつが大きいですね、できて倒られちゃってファ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 って言うだから しましたよ。上空から一気に吹き下ろした風は地表に叩きつけられ、風速50メートルほど風となって2台の車を吹き飛ばしたのだ。やはりこの地点がダウンバーストが吹き下ろした最も危険な場所だった。両村氏はダウンバーストは今後ますます増えると警鐘を鳴らす。そこなんだけど、積乱雲が発達し、で極端な集中豪雨が起きる、まだその激しい積乱雲で竜巻とかダウンバーストが起きているということで、いろんな一連の現象が広がってくるかなと思います。突如として襲いかかるダウンバーストから身を守る術はあるのか。発生を察知できる4つの前兆があった。家なんかと風向きとか変わるんですね。さて、これからですね、そのオランダのダウンバースト、これ起きる直前からの様子を皆さんに、ね、ご覧いただきます。こういう風になるんですね。ダウンバーストにはまず4つの前兆があると言われています。こちら2009年にオランダで起きたダウンバーストの映像です。遠くに黒い大きな雲がありますね。かなり低く垂れ込めてるんですけども、はい、人は普通ですね。まだ気づいてないんですよね。そして急激に気温が低下します。差が大きい場合は重さが10度程度低下することもあると。あっという間に降るみたいな感じ、はいはい、そしてこの後雨が、まず雨、空は真っ暗ですね。そして結構ひょうだ、ひょうだ、そしてその後で風が強く吹き始めるわけです。このダウンバースト発生からわずか1年程度です。タッグダウンだから本当に準備する時間ないダウンバーストっていうと、まだ意識にないからどうしたらいいかわからない。まあ逃げる方法もないんですよね。あと照明も倒れちゃってるんですよ。あのコロナの内容で慌てている様子も逃げればいいんですよ。これはもう逃げるしかないんですけども、テントなんか逃げる場所もないんですけども、見てくださいこうなっちゃう。立った後イベント会場が崩壊してしまったということで、まあ黒く大きな雲が出たすぐ今日から出てくるということが、だから今見ていただいたのは発生してから1、2分でも終わっちゃう、あっという間に終わるから考えるともう逃げる時間ないってことなんですけども、その予兆を我々は察知するのは難しいんですけども、これから黒く大きな雲が現れたら逃げるってことなんですけども、強固な建物ですからやっぱり雪も降りることも降ることってことですけども、これから落ち込んでくれるってことになってくると、学校なんかでもこういう避難訓練しなきゃいけないんですか。1週間、今週1週間
ました。まあ、特にあのアメリカなんですけどもね、10人の方が銃弾、9人の方が銃弾で亡くなりました。黒人の差別問題は12世ままならない。アメリカの根の深い闇を感じます。まず最初はこちらです。東京直進手間になっている少女、遠くから見つめている男性が来た。この男、この後すぐ逮捕されちゃいます。一体何をしたのか、 FNN のカメラマンがこの男を直撃しまして、逮捕までの一部始終をカメラに収めておりますので、ご覧ください。無職の後藤善三郎容疑者、70歳。